将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。14歳2ヶ月での史上最年少プロデビュー後、29連勝、最年少タイトル、最年少名人獲得、さらには前人未到の八冠独占、次々と将棋界の記録と常識を塗り替えていく藤井聡太竜王、名人。そんな令和の覇者の圧倒的強さ、心理に迫る一手の秘密を羽生世代のレジェンド棋士森内九段が鋭く深い視点で読み解く超進化論、藤井聡太将棋 AI 時代の最強とは何か、飛鳥新社から一部を抜粋してお届けする。森内九段が考える戦略、もし私が今20歳だったら藤井聡太さんとどう戦うか、ブーシューオンラインの記事です。ご覧ください。現在の将棋界においてタイトルや棋戦優勝を勝ち取るには藤井さんが高い壁として立ちはだかる。すでに7冠を手中に収めて前人未到の八冠完全制覇をも射程圏内に捉えている以上、勝ち進めば藤井さんとの対戦は避けて通れないものになる。10月に八冠を達成した藤井さんと戦うには一体どこに活路を見出せばいいのだろう。私の見る限り現在の藤井さんには弱点らしい弱点はない。なぜ弱点がないのか。まず藤井さんの将棋はまっすぐな将棋で自然な手が多く、無理をする手が少ない。そして特定の得意な展開を持っていないため対策を絞ることが難しい。得意戦法や棋風を持っていることは武器だと思われがちだが、現在のトップレベルにおいては諸刃の剣だ。得意戦法を常に指せるということはその戦法をやられても構わないと相手が思っているということにもなる。著書の中で藤井さん自身もこう認めている。指していく中で自分の棋風のようなものが出せればいいなとは思うんですが、特徴は裏を返せば弱みになってしまう可能性もあるので、2022年度の藤井さんは先手角換わりでの勝率が高いことで注目されたが、これも角換わりが得意でその形に持っていこうというよりも藤井さんにとって自然に指しているとその形になるという感じではないだろうか。逆にやや苦しいとされる後手番では定石の最前線で細かく工夫を重ねている。得意戦法のない藤井さんには死角がない。藤井さんが対戦相手の場合、たった一つでもミスをするとそれが致命傷になってしまうことが多い。常に高精度の指し手を目指さないといけない状況は始まる前から相当なプレッシャーになる。もちろん藤井さんにも疑問視が出ることもある。だが悪くしても追いつける範囲内であることが多く、たとえ相手にリードを許したとしてもぎったりと追走してチャンスを待つ。いさの場合、対局者は形勢判断を正確にすることが難しくなる。また形勢判断が正しくできたとしても指し手の難度が高くなりやすい。わずかな良さを勝ちに結びつけるのは将棋で最も難しい技術である。まして藤井さんが対戦相手であれば、追われる方は大変なプレッシャーを受けながら指さなければならなくなる。その圧力からミスが生じることも少なくないだろう。藤井さん相手に早い段階で形勢を損なうと逆転するのはもちろん大変だが、少しリードしていてもその良さを維持するのは容易ではないのだ。そうなると藤井さんと戦える戦略は限られてくる。もし私が今20歳くらいだったら藤井さんとどう戦うだろうか。まずは AI の感覚を学んで藤井さんと同じ方向性で棋力向上を目指すだろう。ただそれを続けられるかどうかは別の話だ。毎日多くの時間を研究に費やし続けることは簡単ではない。また現時点で考えると藤井さんに対して主要な戦型で研究量で上回ろうとするような対策は現実的ではない。定石型を選ぶなら藤井さんの研究の薄そうな難解な中盤戦に持ち込むことを目指すだろう。珍しい作戦を使って意表をつくことも一案だが、
藤井さんの意表をつけるような形は評価値が若干悪い上に前例が少ないためうまく指しこなすことが難しい。これはこれで大変な道である。いずれにしても準備の段階で一歩でも先んじる、早い段階で差をつける意識が勝つための条件になってくると思う。研究勝負ということに関して言うと藤井さんに負けていないのが永瀬さんだ。藤井さんの研究仲間で付き合いが深いこともあってか対策も目を引くものを用意している。タイトル戦でも好勝負を演じていただけにこれからの再戦は楽しみである。藤井さんと同世代の棋士は徐々に増えているがライバルと呼べる存在はまだ出てきていない。藤井さんがどう考えているかはわからないが好敵手の出現を藤井さん自身が最も望んでいるのかもしれない。現在は AI があるため研究相手に困ることはない。しかし勝負の場が人間との戦いである以上実際に盤を挟むことでしか得られない実戦感覚は大事なものだ。私は羽生さんをはじめとした同世代の棋士に刺激を受けた経験があり年齢の近い仲間がいることは様々な面でプラスになると思っている。もう少し藤井さんに勝つための方法を藤井さんに資格がないのかを考えてみたい。採用する戦法を藤井さんがあまり指さない形に変えてみるのはどうだろうか。将棋の戦法は飛車を初期位置のまま使う飛車と中央から左に移して使う振り飛車の2つに分けられる。現在トップクラスで活躍する棋士は大半が飛車党で過去を遡っても振り飛車党は少数派である。藤井猛さんが開発した藤井システムが猛威を振るい振り飛車が流行した時期もあるが現在では振り飛車は AI 評価値が下がるため指しこなすのが大変な戦法とも言われている。振り飛車党から居飛車党に転身した棋士も多い。振り飛車は居飛車に押されているのが現状であり多数派の居飛車は手本も豊富である。永瀬さんや広瀬さんも若手時代は振り飛車を主力にしていたが現在はすっかり居飛車党に変わっている。この振り飛車で藤井さんと戦うのはどうだろうか。居飛車党が相居飛車を指す場合と対振り飛車を指す場合では戦い方が全く異なる。居飛車と振り飛車の違いについて振り飛車党の久保利明さんは陸上と水泳くらい違うと語っている。久保さんは振り飛車党として2冠保持したことがあり通算タイトル獲得7期という実績を持つ振り飛車の達人だ。独特の感覚で芸術的な駒さばきを見せることからさばきのアーティストと称される。振り飛車のさばきは駒の損得よりも駒の働きを重視する面があり指しこなすには居飛車にはない感覚が求められる。 AI 評価では序盤で指しにくいと判断されがちな振り飛車だが手が進んでいくと徐々に評価値が互角に近づいていくケースもあり本当の戦法の良し悪しについては実のところ判断がつかない部分がある。居飛車党の目線だと最初は評価値ではプラスになるが経験豊富な振り飛車党は力が出る展開に持っていくのがうまく振り飛車との戦いは相居飛車とは違った難しさがある。さらに上位棋士は居飛車党の割合が高いため藤井さんも必然的に相居飛車が主戦場になる。そうなれば振り飛車対策の研究の比重は居飛車に比べてどうしても下がってくる。2023年春の叡王戦では藤井さんに菅井さんが挑戦するシリーズになった。菅井さんはタイトル獲得経験もある振り飛車党を代表する棋士であり過去には様々な定石で新手を披露してきた。基本的な技術の高さはもちろん久保さんと同じように独自の戦い方を持っていることが強みである。このシリーズでは結果的には3勝1敗で藤井さんの防衛となったが中終盤で振り飛車側がペースをつかむ場面も数多く見られた。この戦いだけで藤井さんに振り飛車が有効かは到底判断できない。だが自分の土俵に持ち込みやすい点息長く戦い実力を発揮しやすい点から可能性を感じる戦法である。
さらに11月22日に第73期王将戦の挑戦者が菅井八段に決まりました。さて、藤井王将は振り飛車対策は万全でしょうか。最後にお願いがあります。2023年の藤井竜王名人の八冠達成をお祝いし、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。